クレカで散財して毎日パーティーなんて最高。支払いもよろしく。兄夫婦に貸した別荘を見に行った俺。中は想像をはるかに超えて荒れていた。ブランド物のバッグがたくさん転がり、家の中もめちゃくちゃだ。壊した壁や調度品をどう弁償するのか静かに聞いたが、ここは私たちの家になったの。あんたには関係ないじゃない。ニートのお前にこの家のことで文句言う資格なんてないだろ。あ、もしかしてあれか？体だけじゃなくて頭まで悪くなったのか？健康センターにでも行っとけよ。二人の言葉に俺は静かに激怒し、とある場所に電話をかけた。もしもし、不動産ですか？俺の名前は井上すばる、24歳。体が弱く、よく体調を崩しがちなことを除けば、至って普通の最近社会人になった青年だ。大学入学と同時に自立し、一人暮らしを始めて、借家一軒家である実家とはあまり交流はない。幼少期の頃は今よりも体が弱く、すぐに体調を崩すから、週に何度も病院に連れて行かれたのを覚えている。はじめこそ両親は心配してくれていたが、特に大きい病気があるわけではなく、ただ他の子より免疫力が少なく体調を崩しやすいだけだと診断されると、俺を病院に連れて行くのをめんどくさがるようになった。この子はどうしてこんなに弱い子になっちゃったのかしら。と、ぐちぐちと、陰湿な悪口や嫌がらせをするなど、とにかく冷たい態度で接するようになった。小さいながらも、そんな両親の姿を見て落ち込む俺。体は弱かったけど、遊ぶことは好きだったから、公園で遊びたいと頼み込んだが、両親に、あんたは体が弱いんだから、家でおとなしくしてなさい、と一蹴され、最終的には家にこもるようになった。それでも小説や漫画、ゲームにはまり、小さいうちはなんだかんだ充実した日々を送ることができた。しかし、両親の態度は一向に変わらず、心はすさんでいく日々。特に三つ上の兄であるマサヤは、体力が有り余る体育会系男子というような感じで、そのはつらつとした様子から、両親はマサヤばかりに温かい愛情を注ぐ。自分だけのけもの扱いされて、心がキュッと苦しくなる。次第に新しい小説や漫画が欲しいと言っても、見向きもされなくなった。図書館から借りるしかなく、お小遣いも、スバルは体が弱いし、外に遊びに行かないんだから必要ないでしょ、ともらえず、唯一正月に祖父母からもらえるお年玉でゲームを買っていた。こんな家にいても、ずっと寂しいだけだ。そう思った俺は、自分で何とかせねばと自立を決意。学費が免除される国立大学に進学するために、とにかく勉強を頑張った。幸いなことに、家で過ごすことがほとんどな俺は、勉強する時間がたくさんあったため、無事に国立大学に合格する学力を身につけることができた。俺がここまで頑張れた理由は、自立せねばという決意の他にもう一つある。幼少期の頃、両親からも見放され、孤独だった俺を支えてくれた幼なじみの渡辺美代の存在だ。体が弱い俺に優しくしてくれて、中学生になってからは、もう一人で病院行けるわよね、と一緒に来てくれなかった両親に代わって一緒に病院に来てくれたり、体調崩すからって家から出してもらえない？それなら私が迎えに行くよ、と言って俺を家から連れ出してくれたり、その一方で学校の成績も良く、体も俺とは違って丈夫で、激しいスポーツを好む元気っ子というような印象だった。小さい頃から見た目も可愛らしく、俺の初恋の相手だった。そんな美代の支えもあったからこそ、勉強に打ち込めた。しかし、中学卒業間際、彼女は親の転勤の都合で遠くへと引っ越してしまった。
幸いなことに、いつでも遊びに来て、と、住所や連絡先は教えてもらえたが、中学卒業後も学業に励み、高校卒業後も自立して一人暮らしをしながら大学に通う俺には、経済的な理由、そして何よりこの体の弱さで長距離の移動は難しい。彼女との別れは辛く、そのことはずっと俺の心に影を落とした。時が経ち、大学を無事に卒業して IT 企業に就職。しかし、病弱なことから何度も欠勤を繰り返してしまい、長く続きそうにない。それでも俺の才能を買ってくれて、通勤するのが大変なら在宅で対応してみるのはどう？と提案を受けたりもした。ありがたい一方、どうしても寒く乾燥する日や低気圧の日は、ベッドから起き上がるのもままならない。両親や兄、他の人も頼れる人は誰もいない。自分でどうにかしなければ後がない。そう思った俺は、体をあまり動かさなくてもいい仕事として、投資や FX などに手を出し始めた。追い込まれた状況で始めたこと、元から知識の吸収が早いこと、それらの条件が重なり、早く成長することができ、退職しても金銭に苦労することはなくなった。今では大金を稼げるようになり、最近は療養地として別荘も構えた。悠々自適に自由を謳歌している。さらに豊富な資金を使って新たな事業も立ち上げた。そんな絶好調な日々を謳歌しているある日、両親から電話がかかってきた。スバル、久しぶりね。久しぶりに母の声を聞いた俺は少しドキッとした。実はね、マサヤの就職先の会社が不況でね、人員削減ってことでリストラに遭ってしまったのよ。それで社宅からも追い出されてしまうみたいで、私たちと一緒に暮らしてもいいかとは思ったのだけれど、ミウさんも一緒だとやっぱりうちじゃ手狭でね。だから前購入したと言っていた別荘、マサヤの再就職が決まるまででいいから貸してくれないかしら。地元の大学を卒業した兄貴は地元の少しいい企業に就職。そこで出会ったミウさんと結婚し、会社が提供してくれる社宅に住んでいたと聞いていたが、まさかこのご時世にリストラだなんて、なんだか少し不憫に思った。とはいえ、兄貴にいい思い出はないなと、回答を渋っていると、どうせ金は持ってるんだろ、別に貸してやるくらいいいだろう、と父の高圧的な声が聞こえた。続けて、そうよ、家族なんだから助けてくれるでしょ、と母が言う。正直、今まで俺のことを冷遇してきた家族のために、せっかく買った別荘を貸してあげる義理なんてない。しかし、産んでくれたことには感謝しているのもまた事実。兄夫婦の生活費は両親が持つという条件もつけてきたから、次の仕事が見つかるまではということで別荘を貸すことにした。そして後日、両親が兄夫婦用のクレジットカードとキャッシュカードを持参してきて、別荘を案内するときに一緒に渡しておいてくれ、と託された。さらに数日後、俺は兄夫婦に別荘を案内した。案内しているときも相変わらず終始俺のことを見下すような態度をとる兄貴。兄貴は俺には興味がないからか、おそらく頑張って自力で国立大学を卒業したことも、今はトレーダーであることも知らない。しかも、うわ、父さん、いつの間にこんないい別荘を建ててたんだ？と、両親が買ったものだと思い込んでいる。見下すような態度ばかりする兄貴を見て、勘違いを指摘する気にもなれなかった。俺は最後に、これ、母さんたちから聞いてると思うけど、と告げ、両親から預かった2枚のカードを手渡し、暗証番号を伝えて自分の家に帰宅した。なんだか数時間でどっと疲れた。その日はすぐにベッドに入って休むことにした。数ヶ月後、その日は調子が良かったから外回りの営業をしていたのだが、たまたま帰り道に別荘の近くを通りかかったため、少し様子を見に行くことにした。別荘に近づくにつれ、
なんだか騒がしい声が聞こえてくる。まさかと思い駆けつけると、そこには知らない人たちが大勢いた。机の上やシンクには酒瓶が大量に。相当宅飲みで盛り上がって騒いでいたのだろう。そう思わせるように家具や壁、備品などの多くが損傷していたり、壊されたりしていた。しかも、ミウさんの格好が数ヶ月見ない間に随分と派手になっていて、ブランドのもののワンピース、アクセサリーを身につけるだけでなく、バッグもたくさん置いてある。俺が唖然としていると、兄貴が、あ？スーバルいつの間に来たのか？と言うから、俺は我に返り、この状況、どうしたんだ？と尋ねたら、見てわかんない？クレカで散財して毎日パーティー三昧よ。と調子よく答える兄貴。兄貴を溺愛する両親が許可したのだろう。そう思って特に何か言うつもりにはならなかった。ってことで支払いよろしく。と兄貴は笑いながら俺の方にトントンと手を置いてきた。何の手違いか、そのクレジットカードを俺のものだろうとでも思っているのだろう。状況を理解して俺は、あえて何も言い返さないことにした。しかし、せっかくの別荘をむちゃくちゃにされたことには怒りを覚える。家の修理とか家具の修理はどうするんだ？と、できるだけ冷静に兄貴に尋ねた。はあ、別に気にすることないだろ？俺たちの家なんだから。と一蹴される。いやいや、いつ兄貴の家になったんだよ、と言い返し。この別荘は俺のものだと説明しようとするも、酒の影響で思考が鈍っている兄貴とミュウさんは全く聞く耳を持たない。ここは母さんたちの家だろ？つまり、俺たちの家ってことだよな。そうよ、ここは私たちの家。私たちが住むんだから、あんたには関係ないじゃない。家を出て行って、しかもニートのお前に、この家のことで文句言う資格なんてないだろ？もしかしてあれか？体だけじゃなくて頭まで悪くなったのか？健康センターにでも行っとけよ。盛大な勘違いを繰り広げている兄貴たちに頭の中で静かに激怒した。今まで受けてきた仕打ちが鮮明によみがえる。自分のものを兄貴に取られたこと。幼い頃は兄貴がやったいたずらは全部俺がやったものだと罪をなすりつけてきたこと。両親も全く自分の味方をしてくれない。両親、そして兄には少し痛い目を見てもらおうと、俺は行動を起こすことにした。それから数日して、兄貴から鬼のように電話がかかってきた。はじめは無視していたが、このままでは着信音が鳴り続けて頭が痛くなりそうだと思い、仕方なく電話に出た。別荘を売るってどういうことだ？お前にそんな権限あると思うのか？と電話から声が割れる勢いの声量で兄貴が怒鳴ってきた。その後ろでミウさんの甲高い悲鳴のような声が聞こえる。俺は改めて別荘が俺の持ち家であること、そもそも一人暮らしを始めたのは国立大学に進学したからであって、その後は独立し、今では事業収入を含め年収2億円であることを明かした。今日は酒に溺れていなかったのだろうか。兄は話を受け入れるのと同時に困惑している。クレジットカードのことも尋ねてきたので、俺は両親のものだということを伝える。ちょうどそれと同時に電話の向こうから両親の声が聞こえてきた。まさや、お前一体何やらかした！と、ものすごい剣幕の父の声と、すすり泣く母の震える声。どうやら、クレジットカードの異常な高額請求に驚き、別荘まで駆けつけてきたようだ。それからは、兄夫婦と両親の言い争いが始まったため、俺はそっと電話を切り、兄貴を着信拒否に設定した。そして数時間後、今度は両親から電話がかかってきた。内容は兄貴たちの高額請求の負担をしてほしいとのことだった。兄夫婦は、クレジットカードもキャッシュカードも俺のものだと勘違いしており、使い込んで困らせてやろうと、貯金を使い切り、クレカも限度額ギリギリまでしよう。だからこのままでは返済ができないらしい。
俺はその頼みをきっぱりと断った。カードには両親の名前がちゃんと入っていたし、両親も一度は兄貴たちに説明している。それを聞かず、確認もせずに使い込んだのは兄貴たちだ。それに、今まで俺が経済的に困った時、一度も助けてくれなかったのに、今更俺に助けを求められても虫が良すぎる。俺が家を出るまでにかかった費用は、もうすべて仕送りと合わせて返した。これ以上金を出す義理はない。そう両親にはっきりと告げた。むしろ別荘にあった陶芸品や絵画も汚されたり壊されたりしたのだから、その分まできっちり弁償してもらうつもりだということも伝えておいた。ちなみに兄貴たちが壊したアイテムの中には、一点で数百万するようなものがいくつかあった。俺が一通り伝えたところで、話を聞いた兄夫婦、両親は発狂するかのように怒り出す。まるで動物園かと思うほどキーキー言うもんだから、俺は電話をプツリと切った。そして、即座にまとめて全員着信拒否に設定。近いうちに俺の電話番号も変えておこうと思った。今まで俺は両親に対し、一応育ててくれた感謝の気持ちもあって、だからこそ、関係性を中途半端なまま放置し、逃げていた。しかし、それが今回災いのもとになってしまった。たとえ血縁者であっても、親しい人間であっても、自分の人生を壊しかねない存在とは、きっぱりと縁を切り、距離を取ることが大事だと、今回の一件で痛感した。そして、今まで逃げてきた初恋の彼女、ミオに昔、好きだという気持ちを告白できなかったことをふと思い出し、少し胸が痛くなった。数ヶ月後、別荘は無事に売り払われ、兄貴たちは大量の請求書を握らされることになった。今まで両親に溺愛されていた兄貴だったが、今回のことでさすがに雷を落とされ、借金返済のためにきついバイトを掛け持ちさせられている。さらに加えて、ホームパーティーに招待した女性と兄貴が浮気をしていたことが発覚。愛想を尽かしたミュウさんとは離婚することになったようだ。兄貴はさらにミュウさんから多額の慰謝料まで請求され、借金の累計が数千万規模に。分割払いや先延ばしができないような支払いもあったので、実家のもののほとんどが差し押さえに。家賃も払えなくなり、全員揃って寒さをしのげないようなボロアパートに引っ越ししたそうだ。一方俺は手にした自由を引き続き満喫している。今も仕事も順調に進んでおり、悠々自適な生活が送れている。数年前のことだ。社長、ついにこの日が来ましたね。俺が新たに手掛けた事業、それはゲーム制作会社だった。昔からストーリーに沿って冒険を楽しむようなゲーム、いわゆる RPG が大好きだった俺は、いつからか自分の趣味や思考を詰め込んだ RPG ゲームを作ってみたいと考えていた。大学時代に知り合った友人たちの中に、ゲームや漫画、小説をコミックマーケットに出展している人たちがいた。その友人らに声をかけ、一緒に手を組んで創作を仕事にしようと会社を設立。高校生の頃の俺は健康な人が羨ましく、両親から愛情を当たり前のように注がれている同級生が妬ましく、中学の時にミオと離れ離れになってからは、より性格が廃れ始め、言葉遣いも徐々に荒くなってしまっていた。そのせいもあり、高校の頃はまともに友人はできず孤独であった。しかし、大学で出会った彼らは俺の孤独な心を救ってくれた。欠席しがちな俺にノートを見せてくれたり、卒業制作では一緒に活動したりして、俺の心は回復していった。そんな彼らと一緒に仕事ができる、それだけで俺はワクワクが止まらなかった。体調を崩しがちだが、資金の調達、そして企業方針は俺が決めることに。友人からは、お前が社長だな。体調辛い時は家で休めばいいし、大切な決済をする判断力は申し分ないし、と推薦され、俺は社長となった。そして、
創立して当初から制作を進めていた超大作のリリース日がやってきた。できることはやった。広報部の広報活動もバッチリだし、ネット広告や PR としてインフルエンサーにも宣伝依頼をかけた。トレーダーとして資金はあったから、俺は夢のために駆け抜けた。その甲斐あってか、リリース日から売り上げは好調。様々な配信者にも取り上げられ、今はアップデートや追加コンテンツの対応に追われている。その数年後、つまり今のことだが、そのゲームは世界から愛されるゲームになり、代表的なゲームの一つとして多くの人々から愛されるようになったというのは、俺はまだその時は思いもしなかった。家族と縁を切ったのは、そんな授業が大成功をしている真っ只中の時だった。あれから1年が経過し、家族と縁を切ったからなのか、判断力がより身につき、以前よりも授業は順調に成果を上げていた。もう働かなくてもいいほどの資産を手に入れたが、そんな俺にもまだ未練があった。こうして自分の人生がうまくいくほど、幼い頃の悔い、ミオへの気持ちが思い出される。最近は家族との縁が切れたことにより、ストレスがなくなったからか、体調を崩すことがかなり減った俺は、意を決してミオが引っ越した場所、東京に行くことにした。とはいえ、教えてもらったのは中学の頃の話。ミオももう大人。ひょっとしたら実家を出て一人暮らしをしているかもしれない。なんなら素敵な男性と出会ってもうすでに結婚しているのかもしれない。そんな不安を抱きながら、せめて彼女の両親が住んでいてくれれば彼女の足取りはつかめるだろうと思い、不安と希望の中心が揺れる。彼女が住んでいるであろう住所のメモ紙を握りしめ、足早に歩く。彼女の家が近づくにつれて鼓動が速くなる。その途中、道端で泥酔して座り込んでいる女性がいた。その姿を見て、なんだか無視できないなと思い、思わず、大丈夫ですか?と声をかけ、彼女の顔を覗いたとき、俺は思わず心臓が止まるかと思うような衝撃を受けた。ミオだ。顔つきは大人っぽくなり、化粧もして酔っ払っているからか顔が赤いが、それでも、ミオのことを思い続けた俺は、その姿を見てすぐに彼女だということに気がついた。スーツ姿だから仕事帰りなのだろうという推測もできた。ミオ、久しぶり、俺だよ、スバル。中学の頃まで仲良かった。覚えてるか?そうミオに問いかけるが、彼女は泥酔していて正常な判断ができないのか、俺のことをいまいち認識できていないようだった。かといって、このまま彼女を放っておくことなんてできないと思い、勇気を振り絞って、家まで送っていきますよ、と告げると。わあ、ありがとうございます。と、無防備に言う。家に行けば、両親が介抱してくれるだろうと思い、ひとまず家まで連れて行く。そして、家に着いたが、人気がない。不思議に思っていたら、ミオが、どうぞ、上がって、上がって。半ば強引に家の中に招かれた。やはり彼女の両親の姿は見えず、少し汚い部屋が広がるだけ。放っておけなかった俺は、掃除しちゃいますね、と言い掃除を始めた。彼女はうとうとしながら、お願いします、と言う。幼い頃もこうしてミオの家に遊びに行くときは、散らかしがちな彼女の部屋を掃除してあげていたなぁと思い出に浸っていた。そんな時、懐かしいなぁ。会いたい。会いたいよ。まどろみの中で彼女は何度もそう言う。その様子にひょっとしたらとドキドキした。掃除を終え、彼女が沈んでいくように眠ったのを確認して、俺の新しい連絡先と住所を書いたメモを置いて家を後にした。翌日、お昼頃に電話の着信が。未設定だったが、おそらく。はい、井上です。スバル?ねえ、なんであんたの連絡先が私の家に置いてあるの?それに、部屋も綺麗になってて。
電話の相手はやはりミオだった。昨日の記憶がない様子で、あわあわしているのが電話越しに伝わってくる。昨日のことを説明すると、彼女は申し訳なさそうに。ごめんね、驚かせたよね。ねえ、スバルさんよければ、もう一度家に来てくれない?お詫びもしたいし。そんなことを甘えるような可愛い声で言われてしまい、俺はもう一度彼女の家に行って理性が持つだろうかという不安に襲われたが、彼女にもう一度会いたいと思った俺は彼女の家に向かうことにした。彼女の家に着くや否や、会いたかったと力いっぱいに抱きしめられた。俺はまた心臓が止まりそうになるほどフリーズしたが、すぐに我に返り、俺もずっと会いたかったよ、ミオ。彼女をそっと抱きしめ返した。俺たちは数十年ぶりの再会を果たした。その後、お茶菓子を出してもらい、彼女から昨日のお詫びと事の経緯を説明してもらった。彼女は父が勤める会社に就職したものの、父は大きな病に倒れ入院することに。少数精鋭のこじんまりとした事務所ということもあり、彼女の給料は少なく、なんとか残業をたくさんして稼ぐしかなかった。母もパートに出るようになったが、今まで通りの家事に加えて、病で倒れた父の世話もこなした。だが無理があったのだろう。母の疲労は限界を超え、過労で倒れてしまった。そして両親ともに入院生活に。金銭的な余裕も時間的な余裕も失われた彼女はがむしゃらに働くが、給料に見合わない作業量、上司からの圧力、一人の家、現実逃避したくなってあのような泥酔状態になるまで飲み明かしてしまったらしい。それでもこうして頑張っている彼女は本当にすごいと思う。だからこそ俺は彼女を守りたい、そう思い提案した。なあ、転職する気はないか、俺の会社に。彼女は驚いて目を見開く。俺さ、病弱だけどトレーダーとして成功したから、夢だったゲーム事業を始めたんだ。大学の仲間と作った会社なんだけど、最近リリースしたゲームがヒットして、規模も大きくなってきたから自分のスケジュールを管理するのが大変なんだ。それにゲームから派生した小説や漫画とか文庫の出版も始まって、秘書とか助手的な存在が必要なんだ。もちろん両親の入院代は給料前払いで対応とか融通させてもらえるし、給料も今の会社の数倍は出せるからすぐに不自由はなくなるよ。俺は彼女に断られたくなくて、もっともらしいことをつらつらと並べた。それにもう離れ離れになりたくないんだ。最後に本音が出た。終始驚いていたミオだったが、俺の本音を聞いてクスクスと笑い、すごいね、スバル君は。むしろ私からお願いしたいくらいだよ。これからよろしくお願いします、社長。そういう彼女はとても愛らしく、俺は彼女を守りたい。改めて強くそう思った。父の関係で就職が決まった場所から退職することになるのだから、説明はした方がいいだろうと、後日一緒に彼女の両親のお見舞いに向かった。病室に入るとき、彼女の父からその男は誰だと言わんばかりの態度に少し萎縮してしまったが、お久しぶりです。幼い頃、いつもお世話になっていた井上スバルです。と告げると、なんだ、スバル君だったか。いや、俺たちがいない間に娘に変な虫がついちまったのかと思ったけど、スバル君なら安心だな。と言われ、少し照れくさくなる。俺は彼女の両親に、彼女が今の会社では生活が苦しく、現実逃避をして泥酔するまで飲んでいたこと、たまたまそこで再会し、事情を聞いて、俺の会社に転職することを提案し、承諾してもらったこと、また、昔よくお世話になったお礼として、医療費も給料前払いという形にはなるが、負担してあげるということ。実は、ここに来る前に、医療費はやはり、給料前払いなんて形にしなくても俺が出すと彼女に言ったのだが、彼女はダメ、あくまでもこれは私たちの問題なの、それに全部与えられたら私
本当にダメダメな人間になっちゃうよ。だからせめて、それは、ね、と返されてしまった。彼女の両親は俺の説明を聞き、申し訳ないねと言いながらも安心した様子を見せてくれた。そして俺はこの場で彼女に思いを伝える。ミオ、お互いの気持ち、もう気づいていると思う。だけど、このまま何も言わずの関係にはなりたくない。だから、今言う。俺と、付き合ってください。彼女は目をパチパチしながら、満面の笑みで、もちろん、と承諾してくれた。そして、彼女の両親に対し、娘さんとのお付き合いがうまくいった暁には、結婚を認めていただけますでしょうか、と深く頭を下げる。彼女の両親は突然のことだから驚きはしていたが、少し間を置いて、スバル君なら大丈夫ね。これで唯一の大きな憂いがなくなったよ、と微笑んでくれた。俺は一安心した。今度こそ彼女と一緒に。それから数ヶ月が経ち、心持ちが良くなったからか、彼女の両親の体調は順調に回復していっている。特に彼女の父はもう長くは生きられないと告げられていたのにもかかわらず、奇跡的な回復を見せた。よくテレビのドキュメント番組で余命宣告を受けた重病の患者が奇跡の回復を遂げるなんていうのを見かけるが、実際に彼女の父が回復していくのを目の当たりにして、幸せな気持ちや笑顔、ポジティブな気持ちは病を治す上でとても大切なものだと感じた。かくいう俺も、家族と縁を切ってから、そして彼女と付き合うようになってから、今までの体の弱さが嘘みたいに、最近は調子がいい日がほとんどで、週半分は自宅で過ごしていたのに、今は週1程度になるほどにまで収まった。彼女の父の回復の見通しが立ったから、今ではお見舞いの時にパンフレットを持ち寄って、どこに遊びに行こうかなんて和気あいあいと話すようになった。退院が楽しみだ。彼女はというと、今ではすっかり俺の秘書というポジションが定着していた。持ち前の体力を生かしてバリバリ働いてくれる。両親の回復が嬉しいのか、その勢いは増していき、俺のスケジュール管理だけではなく、パーティー会場の準備を仕切ったり、いつの間に営業の仕事も覚えたのか、他企業との親睦会なんかも設定してくれるように。幼い頃からの持ち前の愛嬌の良さと体力、そして地頭の良さを生かしてくれている。正直俺にはもったいないくらいだが、それでも彼女は俺のことを頼ってくれる。それが何よりも嬉しい。幼い頃は俺ばっかりが彼女に頼っていたと思っていたのに、彼女も俺のことを大切に思って頼ってくれていた。その事実が俺の生きる糧になる。そして数年後、会社はあれからも成長を続け、アメリカの大規模なゲーム展覧会へやってきていた。俺も英語を話すことはできるが、彼女は通訳としても活躍してくれる。そしてその日の夜、本当は接待の予定だったが、先方の都合が急に悪くなったため、俺たちはロサンゼルスの最高級ディナーを2人で堪能していた。カチッ。急に照明の光が消えて真っ暗に。彼女は、停電かな?とのんきに言っている。数秒して光とともに大量のバラが。驚く彼女を見て俺は、ミオ、君は本当に素敵な女性だ。これからも支え合って一緒に過ごしたい。俺と結婚してください。胸ポケットに忍ばせておいたダイヤモンドの婚約指輪を差し出しながら、そう告げた。彼女は手を顔に当てて、うるうると泣きそうな瞳で微笑みながら、ありがとう。これからもずっと一緒だよ。と言って、俺に抱きついてきた。周りからは盛大な拍手が。そう、実は先方が都合悪くというのはでっち上げ。先方とは日本で行われた展覧会で顔見知りだったため、このサプライズプロポーズに協力してくれないか打診したところ、それはとてもユニークだね、と心よく了承してくれた。頭がよく察しがいいミオにサプライズするには、身内に協力してもらうだけではバレそうだったから、
先方にお願いしたのだ。実際、うまくいってよかった。最近は特に彼女に頼りっぱなしだったから、こうしてとても喜んでいる姿を見ると、俺も泣けてくる。実は彼女の両親もロサンゼルスに呼んでいて、早速明日、挙式を挙げる。彼女の好みはわからないから、これはあくまで俺の私欲だ。プロポーズした今、早く彼女のウェディングドレスを見たいから。日本に戻ったら友人たちを呼んで、改めて二人で相談して結婚式を行うつもりだ。彼女は驚きつつも、そうやって気を使ってくれるの、本当に昔から変わってない。優しいんだね、と心よくウェディングドレスを身にまとってくれた。後日、日本に戻ってきてから改めて結婚式を挙げ、その後は義両親の家の近くに俺たちの一軒家を建てた。俺はせっかくだから二世帯住宅にするかと提案したが、俺との時間を大切にしたい、近いだけで十分だよと断られた。とはいえ、俺たちは忙しくてなかなか家での時間を取れず、家事もままならない。そんな時、義両親たちが遊びに来たいだけだからと言って掃除やご飯も作ってくれた。これが家族の温かさなのか、両親からの愛情を受け取ったことがない俺は、改めてこの心地よさに感動した。幼い頃は、誰も幸せやぬくもり、愛情を与えてくれないと嘆いていた俺。しかし、大人になってみて、それらは俺が勇気を出して掴み取りに行かなければ手に入らないことを知った。それから、大切なものを失いたくないのなら、勇気を出してつなぎ止める努力も大切だということを知った。一度離れ離れになってしまった美代との別れのようなことはもう二度とごめんだ。先のことを考えるために時間を使うことも大切だが、時間は有限。相手は待ってはくれない。何事も行動することが大切なのだと俺は感じたのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。